ラジャハンオハビは皆さんこんにちは、ケモマです。ハローアパカマスモア NSK グローサーに来てます。よろしかったら最後までご覧ください。それではレッツスタート。これコインいらないやつだね。お、Thank you。入り口入ってすぐにフルーツセクションがありますね。すごいフルーツの種類。アボカドからずっとフルーツです、これ。ほら、こちらもフルーツセクション。こちらもフルーツセクション。値段がお買い得です。見て。安くない？ぶどうもすごく安いな。どうしよう。めっちゃ美味しそうよ。美味しそう。すごいカットフルーツがありますね。美味しそう。桃もあります。すごいな。めっちゃでかいスイカがいっぱいあるよ。なんかスイカって思えないね。こんなにたくさんあるとさ、スイカって思えないね。レッドドラゴンフルーツ。レッドと白い見分け方は、レッドの方は丸みを帯びてるらしいです。これが白。ほら、さっきと比べるとさ、細長いじゃん。白の方が、赤い方が丸みを帯びてます。すごい。パパイヤでかい。またスイカ。すごい。メロン。え、めっちゃパイナップルあるよ。めっちゃパイナップル。しかもめっちゃ安いね。マンゴーにマンゴースチン。すごい。ワンブーガー安くなってる。お勤め品かしら。もやし1キロ単位で売ってます。すごい。これは500グラム。もやし1キロ。もやし1キロ。日本のキュウリが1キロで6リンギット49セント。すごいね。ちょっと曲がってるけど、ゴールドキューカンバーでございます。こちらがマレーシアのキュウリですね。全然違いますよね、見た目が。で、ゴーヤでしょ、ニガウリでしょ。韓国キュウリ。ズッキーニ。ズッキーニって韓国キュウリって書くんだ。すごい、でかいな。すごい長いキュウリがたくさんあります。ずっと見てられる。こちらのトウモロコシなんですけど、これ1本いくらだと思います？1リンギット50セント。トウモロコシね、1本ね、1リンギット50セントだって。キャベツが600円ぐらいするらしいですね、日本って。マレーシアでは、キャベツ3リンギット49セント。でもね、こんなにでかいんだよ。こういうタイプのボールみたいなキャベツと、なんか日本でおなじみのこういうタイプのキャベツって2種類マレーシアで見るんですけど、こっちはロールキャベツとかやりやすいと思うんですけど、千切り向けかもしれない。はい、あ、すごいな。1個キャベツ買ってみようかしら。半分って売ってくれないのかな。フレッシュで立派な白菜です。これでキムチを作ると美味しそうですよね。でかい。何キロあるんだろう。でかい。は、大根は中国産のものと、こちらのマレーシア産国産の大根がございます。両方キログラムでは同じ価格ですね。人参でございます。はい、すごい。チリ系。あ、嬉しい。ガーリックが剥いてある。すごい、これは嬉しいね。親指ぐらいサイズのナスビと緑のナスビ、多分これカレーに入れるんだろうね。あと栗。ほら、こっちにもナスがある。また丸い実を帯びた、ちょっとさっきよりも大きいナスです。ナスって地域や国によって呼び方が違いますよね。こちらが長いナス。めっちゃ種類あるよ、ナス。はい、こちらもナス、こちらもナス、こちらもナス。食べたい。これは何でしょうか。なあ、バナナのお花かな。これは何だろう。すごい。新鮮野菜って書いてる。多い種類ぐらい。ナスビだけで7種類ぐらい。長ネギ、スジャンとかキムチのコリアン系が売ってますね。乾燥したアンチョビなどのお魚ですね。シラス、ハムですね。はい、ビーフ、チキン、
あちらから来たんですけども、お野菜売り場を来て、まださらに奥にも野菜売り場があります。野菜売り場でございます。ここまでお野菜です。フルーツ、お野菜があって、こちらがお肉ですね。鶏肉1羽丸ごと、重さ、大きさによって値段が異なるみたいですね。で、だいたいこれ1000円いかない感じ。オーストラリア和牛のしゃぶしゃぶのお肉が売ってます。すき焼きできますね。業務スーパーみたい。めっちゃでかいよ。すごいよ、このこれは解凍されたしゃぶしゃぶのお肉ですね。美味しそう。鶏肉売り場でございます。すごいたくさんあるよ。はい、普通のスーパーで売っているお肉もありますね。こういった、はい、シラス、乾燥したお魚、はい、干物でしょうか。いっぱいあります。本当にたくさん種類がございます。これどうやって調理するんだろう。サーモンもございます。3キロのチリソース、でっか。3キロ入りですね。なんかお米みたいに大きいジャンボサイズのチリですね。はい、こちら麺系ですね。いろんな種類の麺があります。はい、こちらはイーミーですね。イカンプチョ、これ美味しいですよね、お鍋に入れると。え、すごいでっかい版のイーミーがある。すごいでかい。あ、小さい、なんかベビースターラーメンみたいなやつもある。いろんなサイズがありますね。すごい、業務用でしょうか。何個入ってんだろう。そして何キロあるんだろう。超ジャンボサイズ、100個ぐらい入ってんじゃない。100個は言い過ぎかな、50個ぐらい入ってんのかな。めっちゃでかいよこれ。玉ねぎの種類がすごく豊富。じゃがいもも1,2,3,4,4種類ある。玉ねぎとじゃがいもの種類もすごく多いですね。わあ、すごい、これ業務スーパー並み。これ業務スーパー、業務スーパーだよね。すごい。ベジタブルセクションとフルーツセクションに分かれて、こんな感じで測って、重さを測ってます。はい、テープで止めて、で重さを測って、グラム単位。観葉植物もありますね。すごい、何でもあるな、このスーパー。すごい、ガーベラがすごいよ、いっぱいある。楽しいね。やばい、超楽しい。このスーパー安いしさ、品揃えがさ、もう普通の私が行くスーパーよりもさ3倍ぐらい多いので、すごく楽しいですね。マレーシアのスーパーではこのような形でビニール袋が置いてます。はい、で取って使います。日本はさ、これがこう 横についてるじゃないですか、日本では。でもマレーシアではこのように縦に付けられてます。はい、量り売りのところに必ずあるものになります。魚売り、エビに、カニに、イカ。すごい、こんな感じで売ってるんですね。すごい。え、もう仕切ってある、便利。貝もこんなにあります。はい、ハマグリとか。ずっとね、向こうもお魚系です、こっちもお魚系。すごいお魚、超いっぱいある。すごい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 、すごい泳いでるです。卵売り場です。はい、見てください、後ろにね、すごいね、大量の卵が売ってます。1つのトレーに30個入っていて、 ABC みたいな感じでグレードが分かれてます。で、各グレードによって値段が異なります。だいたい30個入れて13リンギット50セント A ランク、12リンギット30セントもあります。調味料セクションです。本当にすごい量。こちらは即席麺売り場です。こちらがカップ麺で、こちらが、袋入りの即席麺が売ってます。すごいね、いろんな種類があります。インスタント麺も便利なのでね、マレーシアの即席麺がたくさんございます。はい、
マギミ。韓国のラーメンもありますし、ね、シンね。シンね。超人気のシンもあれば、出前一丁もあれば、こうやって日清も、日清のメーカーもあります。本当にね、いろんな種類があります。プライスチェッカー、結構ここにバーコードをかざすと、このように値段が出てきます。はい。ノーマルプロモーションとメンバープロモーションですとかがあります。これがノーマルプライスかな？普通の、通常のプライスでしょうか。こういうね、値段チェックの機械って日本にないじゃないですか。あると超便利ですよ。プライスチェッカーで確認をしてから私はキャッシャーに行ってます。すごいずらーっとキャッシャーが続いています。ちょっとパンを買いたいと思います。ラップ系があれば、これハニーとか、ハチミツとか、こうピーナッツバタージャムなどが売ってます。はい、すごいね、もう結構売り切れてますね。どうしよう、どれ買おうかな。美味しそう。お菓子売り場。あ、ジャパニーズプロダクトがあるわ。日本の輸入の商品がありました。ちょっと見に行きましょう。 Thank you very much. Thank you for your help. Thank you. おばさんが助けてくれた。優しい。数は多くないんですけど、カレーとか、カレーとかありますし、こういう出汁系あります、ね、ありがたい。ティーコーヒーとかドリンク系もどっちもあります。ふりかけ、混ぜ込みわかめがないね。混ぜ込みわかめ欲しかったけど。調味料系があるって嬉しいですよね。ポテトチップス売り場でございます。はい、こんな感じ。プリングルスとかいろいろありますね。はい、すごいいろいろあります。はい、チョコレート売り場でございます。やめとこやめとこ。ちょっとね、これね、日本へのお土産も買えるかな。おむつ売り場でございます。はい、マミポコとか日系のおむつも売ってますね。元気もありますね。おもちゃも売ってます。冷凍食品があります。こっちと、あとはこちら側にも、すごく向こうにもずらーっとあります。こちら側ですね。で、チーズ、乳酸菌飲料とかヨーグルト、ミルクが売ってます。はい、ジュースもありますね。はい、ペットフードが結構何でもあるね。あ、お米売り場です。あ、たくさん種類ありますね。わ、すごい、すごいジャンボサイズ。油の種類が結構たくさんありますね。ココナッツクッキングオイル、なんか健康そうな、体に良さそうなオイルが。グレープシードがある。アイスクリーム売り場、箱で売ってます。はい、これは夫得ないけど、ちょっと私には持てないわ。ブリックじゃなくてね、本当にすっごいいっぱいある。おむつも箱で売ってるし、紙パックのジュースが箱単位で売ってますね。すごい。缶ジュースもいっぱい。フルーツ売り場の奥にはこのようにノンハラールですね。マレーシアのスーパーではこのようにハラール売り場とノンハラール売り場があります。こちらがお酒売り場で、そしてこちらが、豚肉ですね。売り場が分かれております。ほんと好き、ここ。ほんと好きだわ。ではお会計したいと思います。手伝ってくれる。カートネスをここに置いて、こうやってお会計をします。日本だったらさ、ここにカゴに入れて台に取って、こう袋に入れたりとかするじゃないですか、別の場所で。でもマレーシアはもうバーコードを読み取った段階で袋の中に詰めたりします。なのでとてもスムーズですね。はい、買い物が終わりました。では帰ります。またね。